史に名を刻めというわけで、今回特別ゲストがいます。グジさんです。どうもどうもだからどうもにヘルメットかぶっちゃう。どうもダメですよ、グジさん。グジさん、あのヘルメットは生でかぶっちゃダメですから。あ、そうですね。ちゃんとあれ、あれしないと。これもう一回やってください。グジさんです。どうもどうもだからどうもにヘルメットかぶっちゃう。どうも文人です。イエーイ、文人です。よろしくお願いします。文人といえば車、車といえば86。俺の愛車スプリントアトリで86でめぐみさんに勝負を挑んだ。なんか知らないけどカートで対決そうなっちゃいました。まずここで喧嘩取ってからサーキットでしょう。そうですね。文人これで最速ラップ出せるでしょ。ああもうもちろんですよ。さっきちょっとちょろちょろってやったら、ああこんな感じかなって、そんな感じですね。さっきね、やってみたけどやっぱもう無理、一般人じゃ無理ですよ。そうそうそう、俺たちの速さについてこれない。今までの積み重ねてきたものがね、やっぱないとね。違う、何回かこっちも車で死にそうになってっか。というわけで今から早速ラップに挑む。いやー、なんて言うんだろうな、まあぶっちゃけ文人さんの方が俺よりも先に車を手にしてるわけで、でもなんて言うんだろうか、熟練度というよりかはもう学習能力の高さ、体を使うスポーツなら任せてください。いや嘘嘘嘘嘘、体を使うスポーツは負ける負ける体を使わないスポーツなら任せてください。ブンブンブン出しちゃいました。いや優勝します、私が優勝です。やるからにはもう優勝の2文字ですね。はい、もうこの日のためにいろいろやってきましたので勝ちます。皆さん準備大丈夫そうなんでスタートしていくんですが、はい、最初すごくコースが滑ります。なので飛ばしすぎないようにですね、気をつけて最初の 1,2 周は走行してください。はい、わかりました。もう一般人なんか全然相手になんないよ。結構これモータースポーツ疲れるよねこれね。だんだん途中でやめたくなってきて文人さんの3号車の最速ラップは45秒687。45秒687イエーイ。で俺が45秒145。えどっちが速いんですかこれ。俺のが速いです。あ0.5 秒差です。あ、0.5 秒差。今、1位のタイムが38秒台。7秒。あと7秒縮めれば俺たちの勝ちなんだ。どうやって縮めましょうかね。作戦立てないとダメですね、このままじゃ。いや、でも今、俺と文人さんの距離が短かったんで、俺はちゃんと開けて、全速でお互いやれば。抜くとか抜かすとか抜くじゃなくって、そうラップタイムで勝負だから。なんなら、文人さん俺のこと防御してたからね。ああ抜かしてさせちゃう。次回はお互いもう広いところで広い距離開けて全開でいけばもう7秒軽いと思うんですよ、文治さんのいつもの走りだったら。というわけで行きましょう。出たでしょ。これやりましたよ。うわ、辛い。これやったな。多分1000キロぐらいカロリーいったわ。めぐさんの大
2秒158。おお来た、2秒、2秒縮めました俺。文人さんの第2位のタイムが45秒39。あんま変わってねえな。変わってないじゃないですか。これ壊れてんじゃないの、これ。あ、ここ割れてるからダメなんだ。そういうこと言うな、お前。そういうこと言うな。風の抵抗がないね。じゃあ1位いきましょう、はい、1位いきましょう。お、文人から。文人さんの1位のタイムは45秒36。うわーって変わってないやん。メグさんの1位のタイムは、いけ、俺の最速42秒791。やったー、すごい縮まったじゃないですか。あと2秒ですか。4秒だな。でもただ4秒あればあそこからあそこまでいけるよ。直線全部の差はあるから。これは無理じゃないですか。ちょ、ダンソン、なんかないっすか。あー、なんかいい方法、いい方法ないっすか。なんとですね、今回カート上のお姉さんにレクチャーをお願いします、うん、やりました。これで3秒縮める算段ですね。なるほど、プロの意見を取り込むことによってプロの手足になるわけですね。そういうことになります。あー、やったぜ。プロの手足になる。じゃあ聞こう。一人でレクチャーを受けてください、これから。受けます。行きます。お願いします。今ですね、乗ってた感じ見てると今2人とも無理やりカートを曲げてるような状態なんですね。確かに。なんで多分後ろがスリップしやすいっていう状態になっちゃってて、で一応ですね、走行に当たってアウトインアウトが基本になります、はいはい、で細かいコーナーが多いんでどこでインにつけるかっていうことになるんですけど、あーちゃん、これでいけるぞ。3秒、4秒、これでいけるぞ、飛躍的に。俺はここがなんか、ここ釣ってきたんだけど、急に今になって、あと1回ぐらいはいけるはずですね。先生が乗り移ってると思えば先生のように運転できると思うんで頑張ります。はい、先生が乗り移ってるのは俺です。いや、私こっちですよ、乗り移って。いや、俺感じるもん。いや、先生は分身できないから。いや、だから俺だって。いや、こっちそれ違う。あったで、行ったわ、40いったわ、40、いや37いったわ。話聞いて、だいぶいけたよ俺。じゃ、文人のナンバー2から。ナンバー2。じゃあ、はい、発表いたします。いや、やべ、ドキドキしてきた。まず、文人さんの第2位のタイム、なんと、第2位43秒9。やったー、わーすごい。やっぱり先生のアドバイスが効いた。すげえ効いとる、はい、2秒も縮まった。伸びしろがあったってことですよ。すごい。え、じゃあ俺はメグさんの第2位の記録、はい、42秒48。おー、乗るもうちょいですね。乗るよこれで。またベストじゃないから俺たち。ああ、そうか。次ですごいことが起こってますよ、きっと。起こってるよこれ、はい、文人さんの今日のベストラップは43秒573です。ああ、さっきそんなのかな。さっきぐらいだね。さっきぐらいな。でもちょっと無理だったね、俺は。じゃあ俺は、はい、俺は、メグさんの本日のベストタイムは42秒06。あー、惜しいですね。42か、悔しい。また出直すしかないですね。悔しい。でもだいぶ早くなった。そう、なんかもうちょっとやれば、あと1週間ここ通い続ければ絶対すげえ行きそうな。出るな。まあまあダメだ。もう多分俺らの実力じゃダメですよ。そんなこと言っても根本的に何かから叩き直さないとダメ。そうです。というわけで、はい、カート、俺自信あるってやつ
俺たちの先生になってください。お願いします。特にここのレース場にすげえ詳しいって方はもしいたら、ああもう手取り足取りこうやって教えてください。そうそう、はい、俺カートの全日本チャンプだとか、ね、いたらぜひ教えてください。教えてください。あーっと、あと 0.3 秒、 0.3 秒、あと 0.3 秒だよ。であと1メーターちょいぐらい、1メーターちょい、あー惜しかった、あーゲットしたかった。あとちょっとで何がもらえたんですか？500円割引券、500円割引券。